今月2日午前5時過ぎ東北新幹線の福島駅付近で線路の安全確認を行う工事車両から油が漏れているのが見つかりました点検のため東北新幹線は仙台駅と東京駅の間の上下で運転を見合わせ乗客4万3500人に影響が出ました当時工事車両からはおよそ20リットルのエンジンオイルが漏れ出しました JR 東日本によりますと、エンジンに付属するコンプレッサーに使われていたボルトが外れ、脱落した部分によって内部が破損し、油漏れにつながったということです。購入時点で不具合がある初期不良のボルトが使われていたということです。JR 東日本は、油が漏れた車両を含め、同じ形式の工事車両を25台使っていますが、 あさってまでコンプレッサーのボルトを確認し異常がなければ使用を再開する方針です。